戸隠育ち農園です。今回はですね、今ハウス内にいるんですけれども、ほうれん草の畝だいぶ草がですね出てきましたので、草をですね除草したいんですけれども、使うのが、三角法というですね、こんな感じの、まあ、ちょっと刃がついていて先っちょ鋭利な感じの三角法を使って、除草ですねしていきたいと思います。こんな感じですかね、三角法パイプ柄、まあ、これはコメリさんで買ったやつなんで、まあ、どこでも手に入るようなもんですけども、まあ、簡単に使いながら、やっていきたいと思います。まあほとんどクワでも同じような感じにはできるんですけど、ちょっと形もやっぱり違うので、まあ、溝を切ったりとか、ハウスの外とか水はけ悪いところをこう掘るときとかですね、結構いいんですけど、ちょっとやっていきたいかなって思います。はい、でまあやるのはですね、ちょっとあまりにひどいところ、この辺りとかちょっと水がつくんで、まあ、草出やすいんですけど、まあ、ここをちょっと、まあ、掘り上げるというか、まあ、縦に移動しながらやっていくって感じで、本当にただザラザラやっていくんですけど、ちょっとあまりにギリギリなんで、ほうれん草が危ないな。こんな感じで、ちょっと上を潰して広い範囲の草も潰していきましょう。まあ溝を切る使い方もいいと思うんですけど、まあ草は根っこ、こう上の方だけでも刈ってあげればまた出なくなるんで、根っこ残ってるんですぐは出るんですけど、まあその間にはもうほうれん草が、取れてくるかなって感じなんで、よし、ここまでいい。だいぶこの列変わりましたかね。だいぶ真っ青だったところが変わりました。それでは次、真ん中の列、ここかな、この列、まあ、畝と畝の間、通路部分ですね、やっていきたいと思います。まあ、ここは、まあ、掘る感じだけでいいかなって感じですね。ある程度掘りながら周りに寄せて、でたまに、いけそうな、取れそうなのがあればやってあげるって感じですけど、筋がちょっと斜めっぽいですよ。取ります。この下の方。よし。で最後端に。はい、ざっくりですけど三角法でちょっと、まあ、二畝ですね、まあ、形ちょっと切れ目にやったり、ちょっと本当はまあ掘った方が、いい端側なんですけど、まあある程度水分も、入っちゃいますけど、ちょっと平らにしてみました。だいぶですねこの辺りは草がひどいので、理想であればこのほうれん草とほうれん草の間ですね、4畳なんで、その一個一個の間入ればいいんですけど、これ多分やっちゃうと
まあ、ほうれん草を炒めてしまうので、まあ、やらないっていう感じですけど、まあ、ざっくりこんな感じの除草ですね。まあ、あとはほうれん草自体がまあ買ってくれればなというところですね。でもう2畝ですねありますのでやりたいと思います。なんとか終わりましたね。まあ簡単にこの酸化法を、使うだけなんてすごい一瞬で終わる作業ではあるんですけど、これこのままにしちゃうと、草がどんどん大きくなって、まあ、ほうれん草が負けちゃったりとかありますので、やっぱりこういった作業中間除草って感じですね、手作業ですけど必要にはなると思います。で細かいこと言うと、畝の中にちょっと、トマトミニトマトの種が出てしまったところがあるので、まあ、これはちょっとですね、こういった酸化を使えないので、まあ、手で抜いていく作業になりますね。やっぱりですね、酸化を便利です。非常に使いやすくて、ちょっと最初にも言ったんですけど、水切りですね。排水性悪い畑とかある場合はですね、こういったので、外をちょっと切ってあげて、まあ水が出ていけるようにしてあげるとか、まあ、そういった用途で使ったり、まあ 土寄せとか除草とか、まあ、トラクターでちっちゃい、管理機ですね、こうやるのと同じような感じで、まあ、手でやるバージョンだとこういった三角砲、まあ、もしくはクワとかですね、まあ、その辺がいいかなと思うんですけど、まあ、そういった管理機がないとかだったら全然こういうので、いいと思います。結構体も鍛えられる感じにはなるので、まあ、そういうのが好きな方はですね、それでもこういったのを使ってやるとか、まあ、あとそんなに規模的に広くない、まあそんなに大きくやってないよという方は三角砲で、バリバリですね、まあ、土を動かすというか、そういうのをしてあげれば結構草たちもちょっと出なくなったりしますので、まあ、そういった作業ですねしてあげたらいいのかなって思います。で今回はまあだいぶ溝深く切ったところと、まあ、意外ちょっと残した部分もあるんですけど、まあ、もうだいぶほうれん草もですね大きくなってきてますので、相当な大量に水が入ってこない限りは、まあ、室外とかですね、水が多すぎて生育不良とか、まあ、良くない状態になるってことはまあないとは思ってます。特にこうこちらはハウスですので、逆に水はあげなきゃいけないんですけど、まあここまで水を切りですね、正直いらないかもしれないですね。外だったらここまでやってもいいかもしれないですけど、まあそれでもこういったのもやって、まあ、草も抑えながらですね、いいほうれん草を取るために、やってみました。こんな感じですね、今回
まあ、三角を使ったほうれん草除草ですね、動画にしてみました。今回の動画いいと思っていただけた方は高評価ボタンを、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。